庭瀬城跡の日庭瀬城は、岡山県岡山市北区にある城跡である。戦国時代に築城されたが、江戸時代初頭に廃城となり、道地の2の丸に庭瀬藩長を設け、庭瀬陣屋となった。別名芝城城。備中国の三村元地下が、備前国の浮北市の信仰に備えるために気づかせたと伝えられている。天正10年。 橋場秀吉の備中高松城水攻めの際に、毛利法の国境防備の城、境目七条の一つとなり、城主の井上成政と、桂つ影信が804人を率い守備する。この際、位置的に孤立した場所にあったため、吉川元春、小早川隆景に早々に撤退するように加盟されて、いたが、成政は、その命令に背き、秀吉軍との間で激戦が交わされた。 成政の軍勢は秀吉に敗れ、宇喜多氏の領有となり、しばらくの間、無常主となる。当時の庭瀬城の縄割りは、現在の夏川城まであったと伝えられており、かなりの規模であったことが想像できる。慶長6年、宇喜多氏の重臣であった、戸川通康が入城。庭瀬藩を立藩し、城を改修。城を廃して二の丸に藩町を設置し、庭瀬陣屋として整備。 そして陣屋と鴨型往来周辺に陣屋町を造成した。遠方7年、4代目、藩主戸川安風がわずか9歳で創生し戸川氏は断絶、改役となった。その後20年間は、倉敷大官所と藩主が支配するようになる。4年後の天羅3年、下佐国籍宿藩より、久世重行が五万国で入法し、再び、庭瀬城跡に陣屋を構えた。 三年後の上京三年、重行は丹波国亀山藩に違法となった。七年の後、元六六年に大和国恐竜藩より松平信道が三万国で入法した。四年後の元六十年に信道は出羽国亀の山藩に違法となった。この間の空漁の期間は天漁とされ、倉敷大官所の預かりとなった。元六十二年、 板倉茂高が二万国で入法し、以降は板倉氏が江戸時代の終わりまで約170年間支配した。完成五年、板倉勝義は城内に板倉市中高の祖茂政、茂の利府氏を祀る清山神社を建て、社内に歴代の遺品を収蔵した。立正寺に表門が移築された。ありがとうございます。